皆さんこんにちは。パリオリンピックで日本勢初の金メダルを獲得した柔道の角田夏実選手。今回はそんな角田夏実選手に関するさまざまな情報をお届けします。パリオリンピック柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実選手が自身のインスタグラムを更新、スペインでのオフショットを公開し注目を集めました。畳の上で相手を次々投げ飛ばす角田夏実選手の姿とはまるで違うオフの様子が話題になっています。スペインの思い出、たくさん笑って、たくさん動いて、たくさん食べて、とにかく楽しかった、こういう時間を過ごせたことに感謝です、みんなありがとうと綴り、白のワンショルダーのノースリーブ姿やビーチでのビキニ姿など複数枚のオフショット、夏を満喫する楽しそうな様子が伝わってくる写真ばかり計10枚を投稿しました。これにファンからは、最後の方の写真どこの女優さんかと思ったら角田夏実さんでした、お美しすぎます、カメハメハ、おもろすぎる、わら、綺麗に飛んでる、わら、かわいい、スタイル良すぎる、水着姿が美しいとネットニュースで聞いてすっ飛んできました。オンとオフ全然違いますね、なんと大胆な水着、めっちゃ好きですなどと多数のコメントが寄せられていました。ここからは角田夏実選手のプライベートに関する情報を調査しました。角田夏実選手の家族構成は、父親の義行さん、母親の逸子さん、姉の真奈美さん、そして角田夏実選手本人の4人家族です。家族全員の仲が非常によく、SNS では家族写真を投稿するなど、その絆の強さがうかがえます。角田夏実選手はこの家族の支えを受けながら柔道選手として日々努力を重ねています。特に父親の影響で柔道を始めたことや、母親譲りの美貌で注目を集めていることなど、家族からの影響は大きいようです。また姉とも仲が良く、シスコンと呼ばれるほどだとか。この強い家族の絆が角田夏実選手の強さの源になっていると言えるでしょう。角田夏実選手の父親である角田義行さんは現在60歳で、八千代市柔道協会の会長を務めています。柔道に深く関わる父親の存在が角田夏実選手の柔道キャリアに大きな影響を与えていることは間違いありません。角田義行さんは以前、勝田台中央接骨院を妻の逸子さんと共に経営していました。この接骨院は2012年に移転してオープンしたもので、丁寧な問診と的確な手術で地域の人々から高い評価を得ていました。しかし新型コロナウイルスの影響による経営難から2022年12月30日に閉院することになりました。閉院後も使わなくなった椅子や机を無料で提供するなど、地域への貢献を続けている姿勢が見られます。現在角田義行さんは八千代市柔道協会の会長として活動しています。以前は副理事長として市民体育大会や各種ボランティア活動に携わるなど、地域の柔道振興に尽力してきました。角田夏実選手が小学2年生の時に柔道を始めるきっかけを作ったのも父親です。義行さん自身、柔道制服の専門学校で柔道部に所属していた経験があり、その経験を生かして娘を柔道の世界へ導きました。角田夏実選手の活躍については、ここまでやるとは思っていなかったけど頑張りましたと笑顔で語るなど、娘の成長を心から喜んでいる様子がうかがえます。角田夏実選手の母親である角田逸子さんは、美しさと専門的な技能を兼ね備えた存在として知られています。逸子さんは柔道整復師の資格を持っており、夫の義行さんと共に勝田台中央接骨院の経営に携わっていました。その美貌は角田夏実選手に受け継がれており、母子ともに美しさで注目を集めています。家族写真を見ると角田夏実選手と似た美しさがうかがえるそうです。逸子さんは専門的な知識と技術を生かして接骨院の運営に携わっていたと考えられます。夫婦で協力しながら家族を支えてきた様子がその経歴からもうかがえます。また逸子さんは角田夏実選手の柔道キャリアを支える重要な存在の一人です。
専門的な知識を持つ母親として、娘の体のケアや精神面でのサポートなど、多岐にわたる支援を行っていると推測されます。角田夏実選手には5歳年上の姉、角田真奈美さんがいます。真奈美さんは、その美貌で大きな話題を呼んでいる存在です。真奈美さんは超絶美人と称され、そのスタイルも抜群だと言われています。SNS に登場するたびに、その美しさが注目を集め、モデル級の容姿だと評されることもあります。姉妹の特徴を比較すると、角田夏実選手が父親に似た、可愛らしい顔立ちを持つ一方で、真奈美さんは母親譲りの切れ長の目を持ち、より美人という表現が似合うとされています。角田姉妹の仲の良さも有名で、角田夏実選手はシスコンと呼ばれるほど姉を思いだそうです。家族写真などで SNS に登場する際も、姉妹の仲の良さが伝わってくるような投稿が多いようです。このように、角田家には美貌が受け継がれており、姉妹揃って注目を集めています。真奈美さんの存在は、角田夏実選手にとって大きな励みとなっているに違いありません。角田夏実選手の親族関係について、興味深いものがあります。それは、フリーアナウンサーの角田智美さんが角田夏実選手のいとこだということです。角田智美さんは1984年6月6日生まれの40歳で、日テレイベンツ社に所属するフリーアナウンサーです。角田夏実選手がパリオリンピックで金メダルを獲得した際にもコメントを残しています。そして多くのファンが気になる角田夏実選手の結婚状況ですが、2024年9月現在、角田夏実選手は結婚していません。31歳という年齢もあり、結婚への関心は高まっているものの、現時点では独身を貫いています。角田夏実選手自身も結婚願望があることを明かしていますが、今はそのタイミングではないと語っています。彼女はパリオリンピックに向けて全力を注いでいる段階でしたので、結婚よりも選手としてのキャリアを優先していたようですが、金メダルという最高の結果を残し、今後は恋愛事情や結婚のタイミングにも注目が集まるのではないでしょうか。結婚だけでなく交際状況にも注目が集まる角田夏実選手ですが、2024年9月時点で彼氏はいないと報じられています。これまでにも熱愛の噂はありましたが、公式に交際が確認されたことはありません。角田夏実選手は恋愛に関しては積極的な姿勢を持っているようです。特にスポーツをしていて柔道を理解してくれる男性が好みだと公言しています。しかし今までは恋愛よりも柔道の練習や試合に集中していたのが実情です。プライベートライフを非常に非公開に保っている角田夏実選手、そのため具体的な恋愛関連の情報はほとんどありません。角田夏実選手の交際について最も注目を集めたのが加藤博孝さんとの噂でした。加藤博孝さんは全日本選手権で優勝するなど、日本を代表する柔道選手として活躍しました。ベテラン選手として長くトップレベルで競技を続け、2022年に現役を引退しています。しかしこの噂は現在のところデマであると考えられています。加藤博孝さんとの交際の噂が広まった主な理由として以下の点が挙げられます。 1.SNS での投稿、角田夏実選手と加藤博孝さんが一緒に写っている画像が SNS に投稿されたことが交際の噂の発端となりました。特に2人が一緒に食事をしている様子などが公開されていたため、親密な関係にあるのではないかと推測されました。2メディアの注目、角田夏実選手はその実力とルックスからメディアでも注目されており、交際の噂が広まりやすい状況にありました。加藤博孝さんも同様に柔道界での実績があるため、2人が一緒にいることが話題になりやすかったのです。3匂わせ投稿、角田夏実選手の SNS 投稿やインタビューでの発言が間接的に加藤博孝さんとの関係を示唆していると受け取られることがありました。具体的な内容は明らかではありませんが、ファンやメディアがこれを匂わせと解釈したことが噂を助長しました。4共通の活動、2人とも柔道選手であり、練習や試合で一緒に過ごす時間が多いため、
自然と親密な関係に見えることが多かったようです。しかしこれらの要因はあくまで推測に基づくものであり、実際の交際を裏付ける確実な証拠や公式発表はありません。角田夏実選手と加藤博隆さんの関係は同じ柔道界で活躍する選手同士の友好的な関係であると考えるのが妥当でしょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。